貴様ら、やる気がないならさっさと荷物をまとめて開拓地にでも移ったらどうだ。トーマス・ワグナー、貴様のような無駄飯ぐらいでも人手不足の開拓地なら追い出されることはあるまい。ミーナ・カロライナ、貴様は豚小屋出身だったな。ならば豚として暮らすといい。巨人は豚を食わんからな。とはいえ家畜以下の貴様を豚が仲間に入れてくれるかは疑問だが。一生懸命やってるのに何もあそこまで言わなくても。しばらく立ち直れないよ。私本当に豚になろうかな。もう十分頑張ってるつもりなんだけどな。こんな状態で私たち兵士になれるのかな。だけど今よりも訓練成績を上げるのは正直なところ難しい気もするんだよな。うん、全力で取り組んだ結果が今の成績なわけだし。あなたはどうすればいいと思う？優秀な人がたくさんいるんだし、みんなの長所を学べば兵士として成長できるかも。長所を学ぶか。それを意識して仲間と交流すればいろいろと得るものがありそうだな。よし、後でお互いの成果を報告し合おうぜ。お前が言い出したんだし、お前も付き合えよな。
Let's freaking get this, boys. Test.Gaki no Tsukai is my favorite Japanese game show.怪我とかしてない？Sasha can munch on my buns. やるぜ。やるわよ。今はからと俺は死に急いだりしねえぞ。おい、そこな。さ、ほれ、落とし物だぞ。これお前の日誌じゃねえのか？ダディアラート。そうか。もう落とさねえように気をつけろよ。お前は104期の訓練兵だよな。その通りだ。駐屯兵団の隊長をやってるハンネスだ。よろしく頼むぜ。お前も104期の訓練兵だってんなら、エレン・イエーガーとか知ってるか？そうか。お前もエレンや俺たちと同じく志願しなくにいたのか。志
志願しなくといえば Daddy, 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 I've got gloves in my caddy and I feel like loving you. 知ってるか？あいつらも肉親をなくしててな。今じゃ俺が親代わりみたいなもんだ。お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。昔のあいつらか。今とそんなに変わらねえ気がするな。まあ詳しいことは本人たちに直接聞いてみろよ。まあとにかくこれからよろしくな。それと悪いんだが、さっきの落とし物の中身少し見ちまったんだ。いや、いろんなことが細かく書いてあって驚いたぜ。こういう観察力ってのは大事なもんだ。その日誌はきっと何かの役に立つと思うぜ。しっかり続けろよ。どうした？どうも、エレンが無茶しないか心配。エレンが無茶しないか心配。エレンが無茶し、エレンが無茶し、エレンが無茶し。調子はどうだ？
君か。もしかしてわざわざ今日のお礼を言いに来てくれたのかい？仲間を助けるのは兵士として当然のことだ。そんなことでいちいち気を使わなくていい。ライナー、ベルトルト、いるか？なんだお前らまで。俺たちに何か用か？二人とも立体機動装置の扱いがうまいだろう。頼む、俺に教えてくれ。すまん、あまり役に立つ助言はできそうにないな。そうか。その君たちは三人ともシガンシナクの出身だよね。巨人の恐ろしさを知ってるのになぜ兵士を目指すの？僕は王政の無茶な領土奪還作戦で家族を失って、この状況を黙って見てるなんてできないと思ったから。二人はどこの出身なの？僕とライナーはウォールマリア南東の山奥の村出身なんだ。じゃあ、あの日村に連絡が届くよりも先に巨人が来たんだ。その後はよく覚えていない。内地勤務の憲兵団狙いで兵士を選んだけど、それがダメなら全てを放棄するかもしれない。僕には自分の意思がない。自分の命を大事にすることだって立派なことだよ。俺は帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。俺は殺さなきゃならねえと思った。この手で巨人を皆殺しにしなきゃならねえって思ったんだ。で、お前はなんで兵士になろうと思ったんだ？あそこにいたのか。俺の母さんも殺された、あの時にな。だから君は訓練兵を目指したんだね。ご両親の仇を討つために。そうなんだ。故郷を取り戻したいってのは俺と同じだ。目標のためにも今は訓練を乗り越えないとな。いつか叶う日は来るのか。さあな。だが何もしなけりゃ永遠にそのままだ。兵士にならなきゃ始まらねえしな。ああ、やってやるさ。やあ、よう。ありがとう。
いつか昇進してみせる。今日も頑張ろう。人類の未来のためだ。Thank you.
に会いたいな。調子はどうだ？
心臓を捧げる覚悟はできてる。ではこれより夜間特殊訓練を開始する。この訓練は普段とは異なり、個人の技量よりも班員同士の連携能力や作戦遂行能力を評価する。班分けは先ほど伝達した通りだ。準備が完了した班から指定の場所に移動せよ。以上だ。教官の言うことはよく分かんなかったけどよ、まあ余裕だと思うぜ。なんせ俺は天才だからな。普段の訓練とは違うみたいですけど、森のことなら私に任せてください。なんでこんな時間に訓練しないといけないんだよ。帰りて。教官は班の連携を評価すると言ってたけど大丈夫かな。とにかくやってみないとわかんねえだろ。行こうぜ。くそ、なんでうまくいかねえんだ。みんな頑張ってるのによ。もうガスも刃も残ってません。コディが突っ走るからですよ。こんな急ごしらえの班で連携なんて最初から無理だろう。このままじゃみんなバラバラになってしまう。どうにかしないと。
そうだね、君の言う通りだ。まずは装備を万全にしておこうか。よし、それじゃあこの班の指揮をお前に任せたい。どうかな、みんなのペースを合わせるのが上手だと思うんだ。ありがとう。僕もできる限り協力するから、何でも言ってくれ。それじゃあよろしく頼むよ。みんなでリーダーを支えてこの状況を挽回しよう。よし、他の連中を驚かせてやろうぜ。よし、ここから巻き返すぞ。けどまずは補給が必要だ。拠点を設営するんですよね。私の勘ではあそこが良さそうな気がします。開けた場所のようだし、可能性は高いかもな。行ってみよう。これが実戦だったら俺たちとっくに死んでるんじゃねえか。急いで拠点を作れ。じゃあここで失敗しといてよかっただろ。確か刃やガスを補給できる場所を作るんだったよな。ああ、その通りだ。実戦でも補給できる場所は大事だからね。これで刃もガスも補給できましたね。集合地点に急ぎましょう。待ってくれ、不測の事態に備えてもう一箇所拠点を設営しておこう。ここに突っ走られたら俺たちは教官に。よし、これで予備の拠点もできたな。今度こそ集合場所に急ぎましょう。拠点を立てな。遅いぞ、貴様らが最後だ。何をちんたらやっておった。申し訳ありません。まあいい。では次は巨人に一斉に攻撃を行う訓練だ。貴様らはすでに出遅れている。すぐに始めろ。お前が合図してくれ。
さて、任せていいな。任されます。合図をしたら一斉に目標を攻撃するんだ。みんなで V を狙って一気に倒しましょう。私たち息ぴったりですね。ま、天才の俺がいるからな。コニー、さっきそれで突っ走って失敗しただろう。またガス切れになるのは勘弁してくれよ。ある程度はできるようだな。これより最終訓練を開始する。訓練用模型が森の中に多数出現する。迅速に作っ、敵し討伐せよ。破壊した部位の数が評価対象となる。ハンデ協力し、より多くの部位を破壊しろ。それでは始め。おいエレン、同じ班なんだから足引っ張んじゃねえぞ。なんだと。ザン、てめえこそ足引っ張んなよ。ガスと刃を切らしたと聞いていたが、ここまで盛り返すと。奴らをまとめているのはあいつか。コニー、任せていいな。任せとけ。突っ走ってるのはあんただよ。この班怖いな。助かるぜ。おい、これ俺たち2戦いってるんじゃねえか。やれるぞ。きっとお前がうまくみんなに合わせてくれてるからだ。頼んだ。わかった。週間成績を発表する。まだ時間は残っている。気合を入れ直せ。まだ1位になれる可能性はある。最後まで全力を尽くそう。ああ、ここまで来たんだ。絶対1位になってやろうぜ。やってやれ。ええ、最後まで頑張りましょう。すごいな、お前周りに合わせるのが相当うまいんだな。ええ、私たちのことよく見てますよ。本当だな、いい感じだぜ。確かに、最初から任せときゃよかったな。刃が使えなくなる前に乾燥しろよ。エレン、何やってんだ。はあ、今のはお前がヘマしたんだろうが。ちょっと、ハンデの訓練なんだから仲良くしようよ。ねえ、ベルトルト。ああ、そうだね。じゃあ、いい加減にしろ。悪いのはてめえだろうが、この死に急ぎ野郎。も
な調子じゃうまくいかないよ。ベルトルトもそう思うでしょ。あ、うん、確かに。もうすぐ終了だ。最後まで力を尽くせ。なあ、ミカサも兄もすごい実力だし、もっと力を合わせれば。ミカサの方にその気があればね。頼んだ。今回の訓練の最優秀班を発表する。今回の訓練の最優秀班は貴様らの班だ。やった、お前のおかげだ。よっしゃ、やっぱ俺天才かもな。私たちやりましたね。一時はどうなるかと。とりあえずよかった。訓練はこれで終了だ。各自戻って体を休めろ。解散。本気の訓練兵は粒が揃っていますね。これは期待できそうです。アッカーマンをはじめ成績上位陣はほぼ決まりでしょうか。確かに見どころのある兵士は多いな。だが兵士としての能力は個人の技術だけでは測れん。巨人との戦いは常に複数人で行うものだ。他の兵士との連携がより重要になる場合もある。それを実現できる素質を持った者がいるかを見極めるのが今回の訓練の目的だった。お前のおかげでなんとか挽回できたよ。ありがとう。こっちこそありがとうよ。連携って大事なんだな。こりゃ評価も期待できるんじゃねえか。実際即座に他のものをまとめ上げその能力を引き出せる兵士は決して多くはない。だが今回はその稀有な素質を持った者がいたようだな。104期訓練兵は3年にわたって巨人と戦うためのありとあらゆる術を叩き込まれた。厳しい訓練を経て訓練兵団を卒業した兵士たちは3つの兵団に配属される。王の下で民を統制し秩序を守る憲兵団、壁の強化に努め壁内の町を守る駐屯兵団、そして壁外に出て巨人の領域に挑む調査兵団。特に内地勤務となる憲兵団を目指す者が多かったが、志願が許されるのは解散式で発表される成績上位者10名のみだった。彼もまた
3年にわたる過酷な訓練を仲間と共に耐え抜いた。ついに解散式の夜を迎え、彼は同期たちと共に訓練成績の発表を待つ。ではこれより成績上位10名を発表する。呼ばれた者は前に出ろ。10番クリスタレンズ、9番サシャブラウス、8番コニースプリンガー、7番マルコボット、6番ジャン・キルシュタイン、5番エレン・イェーガー、4番アニ・レオンハート、3番ベルトルト・フーバー、2番ライナー・ブラウン、主席ミカサ・アッカーマン。以上10名。ただしこれはあくまで訓練場の成績であり、実戦で能力を発揮できるかどうかは別の尺度で測るべきものだ。成績上位に入らなかった者もよく考えておけ。自分に何ができるのか、何をなすべきなのかをな。後日配属陛下を問う。これにて第104期訓練兵団解散式を終える。以上。貴様は。何か食い物は。もっと内地に行きたい。何か食い物は。
やるわ。Ha ha ha!